送受信したメールをラベルによって仕分けられます。ラベルは階層構造で作成することもでき1つのメールに対して複数のラベルを設定できますラベルとはそのメールがどのような特徴を持つものなのかを示すものであり送受信したメールを仕分けるフォルダのようなものですラベルごとにフォルダのような階層を作成し その階層の中にメールをまとめて仕分けることができます一つのメールに対して複数のラベルを付けたりメールに対して付けられていたラベルを外すことができますメールにラベルを設定するためにまずは新しいラベルお問い合わせを作成してみましょうメインメニューからもっと見るをクリックして表示される新しいラベルを作成をクリックしましょう 新しいラベル画面で、新しく作成するラベル名を入力します。ここでは、ラベル名をお問い合わせとして指定し「作成」ボタンをクリックしましょう作成したラベルはメインメニューの箇所に表示されますすでに作成したラベルが表示されていないという場合は「もっと見る」をクリックしてメインメニューをさらに広げると表示されます ラベルは階層構造でで管理できます。作成済みのお問い合わせラベルの中にさらにいくつかのラベルを作成することでどこからのお問い合わせかを分かりやすくできます新しいラベルを作成ボタンをクリックして次のラベルの階に NEST に作成済みのラベルを指定できることを確認しましょう新しいラベル名をウェブサイトからのお問い合わせと入力し 次のラベルの階に NEST を先ほど作成したお問い合わせラベルに指定し作成をクリックしましょうするとこのように指定したラベルの階に新しいラベルが作成されます作成したお問い合わせラベルにはラベルを作成したばかりの時点では何のメールも表示されない状態ですこれまでに送受信したメールに対し お問い合わせラベルをつけてみましょうラベルをつけたいメールをメール一覧に表示したり詳細画面を表示しますラベルをつけるボタンをクリックしてラベル名をクリックしたりドラップドロップの操作でラベルを付けられますラベルを設定したメールがラベル内で表示できるかを確認しましょうお問い合わせラベルをクリックしてメール一覧を確認してみましょう メールに対して設定したラベルをやっぱり解除したい。別のラベルをつけたい。というときに、ラベルの設定を変更できます。ラベルの操作したいメールを表示し、ラベルをクリックして、チェックを外したり、他のラベルにチェックをつけて適用をクリックすると、ラベルの変更ができます。このように、 自分の操作によってメールに対してラベルを指定することでメールを分かりやすく整理できるようになりますラベルの設定は検索結果やメールの一覧からだけでなくメールの詳細画面からも付けられますメールをクリックして詳細画面を表示しラベルボタンをクリックすると一覧画面からの操作と同じように1つのメールに対してラベルを付けること ラベルを外すことができます。すでに作成したラベルの情報を編集できますラベルの名称として設定したい文字を間違えていた複数の同じような名前のラベルを同一して1つのラベルで管理したい複数のラベルを統合する上の階層のラベルを作成しそのラベルの中に NEST したいという場合にはラベルの管理を行いますメインメニューから ラベルの管理をクリックすると設定メニューのラベルタブを表示しますこのラベルタブのが面内でラベルの管理をします編集したいラベルの編集ボタンをクリックするとラベルを作成した時と同じように編集ができます操作したラベルにすでにメールが存在している場合はラベル名や階層の変更の操作がそのラベルが付けられた すててのメールに対して反映されます間違ってラベルを作成してしまったりラベルが不要になった場合は削除ボタンをクリックすることでラベルの削除ができますララベベルルを削除ししたとしてもラベル内のメールに対して設定したラベルが削除されることとメールそのものが削除されることは異なります ラベルの設定画面から各ラベルの右側にある編集ボタンをクリックするとラベルを編集のポップアップが表示されますポップアップでラベル名の修正や別のラベルの下の階層にネストできます送受信するメールを分類しすぐにメールを探せるようラベルの作成やメールへのラベルの設定を行い Gmail を便利に活用しましょう。